12月26日 SKE48 チーム E 手をつなぎながら公演終わりました。イエーイ。さあ今日はですね、ニューハン映像の担当、私が一人で一問一答やらせていただきました。やっと回ってきましたよ。まあ何も事前に知らずに質問を受けたんですけれども、ちょっと予想外な質問がたくさんありましてビビりました。もう質問というか最後の方はなんかもう無茶ぶりという形になったんですけれども、そうですね、久しぶりに日本映像に出れたのでよかったなと思います。そうですね、まあ磯のバラードの次に面白いかなと思いますので、ぜひ皆さんご覧になってくださると嬉しいです。チェキラー。お名前教えてください。はい、斉藤真彦です。サイマキッズという人たちを知ってますか？知らないです。知ってます。はい、その中で誰が一番好きですか？一番誰が好き、どっちかっていうと私はその方たちに好かれてる方らしいので難しいんですけど、そうですね、まあ水野愛理ちゃん。はい。好きな理由は、なんか一番若いから。じゃあでは、はい、好きな言葉は何ですか？好きな言葉はそうですね、そんな普通にやんなってとかですかね。サイマキッズでは誰が好きですか？また水野愛ちゃんです。はい。じゃあ逆に、苦手なサイマキッズは、うん、苦手なサイマキッズですか？そうですね、まあここだけの話、市野成美ちゃんとか苦手ですね。どんなところが？ちょっと圧が強い。どんな時に圧が強いですか？日々日常的に結構圧が強い、日に日に。どうやったら治ると思います、その圧は？そうですね、うん、そういう見込みはないので難しいですよね。私も悩んでます。じゃあ最後の質問です。はい。ラップができるそうですね。ん？何ですか？ラップができるそうです、ね。ラップ？はい。はい。ちょっとやってもらえますか？ラップ？はい。いいよみたいなやつですね。イエーイ。よ。俺は堺のナンバーワンピーポー。